さん、ハレルヤー。一週間元気に過ごせましたか？会えて嬉しいです。今日も元気よく神様に礼拝を捧げていきましょう。それではお祈りします。お祈りの準備いいですか？はい、じゃあお祈りしますね。愛する神様、ありがとうございます。今日も私たちをここに呼び集めてくださり、神様に礼拝を捧げることができるの、本当にありがとうございます。神様、私たち綺麗な心で神様に喜ばれる礼拝を捧げたいです。礼拝の最初から最後までどうか神様共にいてくださり、私たちを導いてください。いただく御言葉を素直に受け取ることができますように助けてください。感謝し、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは皆さん、立ち上がりましょう。私は賛美を決してやめることない。それはあなたが私を愛してること知ってるから。どんな場所でも私は賛美を決してやめることない。それはあなたが私と一緒にいて守っているから。でも私は賛美を決してやめることない。それはあなたが私と一緒にいて守っているから。今もあなたが一番必要、全てを満たしてくれる。
では御言葉を聞く時間です。準備はいいですか？せーのと言ったらハレルヤーで先生を呼びましょう。いくよ、せーの、ハレルヤー。聖霊の日を、聖霊の日を、ハレルヤー。今日は幼稚部小学部合同礼拝です。今日のタイトルは変わるべき時です。変わるべき時ですというタイトルです。皆さん、今日朝起きてご飯いっぱい食べましたか？歯磨きしましたか？元気ですか？変わる時ですよ。変わるべき時なんです。どうやって？じゃあ今日の御言葉を一緒に元気よく読んでみましょう。今日の御言葉はルカの福音書4章18節から19節、ルカの福音書4章18節から19節の御言葉です。主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ、私を使わされた。囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるために。アーメン。今日の御言葉には主の霊という言葉が出てきました。主の霊、それは聖霊のことですね。イエス様が天に昇られてから聖霊様が降りてきました。覚えてるよね。その時イエス様の弟子たちが聖霊を受けて、そこから大きく変わったんだ。弱かった弟子たちが聖霊によって強くなりました。そしてイエス様こそ救い主だということを恐れることなく大胆に多くの人に告げ知らせるようになりました。変わったといえばこの人、使徒パウロを忘れてはいけません。使徒パウロはイエス様に出会う前はサウロという名前でした。サウロはイエス様を信じるクリスチャンを迫害していたんだよね。鞭で打ったり殺したりしていました。しかしこんなサウロにイエス様が出会ってくださり、全く変わりました。パウロという新しい人に代わって、イエス様こそが神の御子だと悔い改めて福音を知らせる人になりました。このパウロはイエス様のことを伝えている時に多くの苦しいことがありました。もちろん迫害を受けました。命の危険がたくさんありました。船に乗って嵐にあって死にかけたこともありました。悪い盗賊に襲われることもありました。それでもイエス様を伝えることをやめませんでした。口をつぐむことがありませんでした。どうしてこんなに大変な目にあってもパウロはイエス様のために働けたのかな。さあ皆さん、どう思いますか？イエス様のことを伝えようとしていた使徒パウロ、本当に大変な目に遭っていた、迫害に遭っていたけれども、イエス様を伝えることをやめなかったんですよね。どうしてだと思いますか？この間牧師先生がアン宣教師のお話をしてくれたの覚えていますか？アン宣教師というのはお医者さんになりたかったんです。宣教師というのはね、まず使徒パウロと同じように福音を伝えるために、こう外国とかね、こう遠いところに行って神様のことを伝える働きをする、それが宣教師なんですね。でもこのアン宣教師は最初宣教師になろうとは思っていなかったの。お医者さんになろうと思って一生懸命勉強したんです。お医者さんになるのも難しいんですよ。でお医者さんになって人を助けたいなって勉強してた。でもね、ある日神様から、あなたは中国に行って私の御言葉を伝えなさいって、そういう御声を聞いたんだって。
って思うでしょ。今私もうすぐお医者さんになろうとしているのに、神様の御言葉を伝える人、しかも中国に行くのって。中国っていうのは今でもキリスト教を禁止してるのね。だけど昔はもっと大変だったの。アン宣教師がもし中国に行ったらね、アン宣教師はもう髪の色も違うし目の色も違うからすぐ外国人だって分かっちゃうのね。だから、あ、外国人がいる、なんか何しに来たんだあいつはってまず思われるわけ。でもしイエス様のことを伝えたらね、あ、なんか悪いことを伝えてる人がいるってすぐ捕まったりしてしまう、そういう危険なところだったんです。そこに神様が行きなさいって言ったの。アン宣教師はね、悩んだんだと思うんだ多分。でもね、神様の御言葉だこれは、分かったんだね。それでお医者さんになるのをやめて中国に行ったんです。そりゃもうアン宣教師のお母さんは心配ですよ。自分の子供が中国に宣教師になって行くなんて、無事かな、大丈夫かな、ご飯はちゃんと食べてるのかな、悪いことになってないかなって。今と違ってね、 LINE でビデオ電話とかできないんだよ。どうしてるか全くわからないの。電話もつながらない。それで当時アン宣教師のお母さんはね、電報を打ったの。電報はあったのね、短い言葉をこう伝える、そういう、まあ、手段なんだけど、で元気にしてるのかって、そういう電報を中国に向けて打った。そしたら返事が少し経って返ってきたんです。それがね、楽しいですって、それが返ってきたの。びっくりでしょ。だって普通に考えたら苦しいと思うんです。ご飯もきっとろくに食べられないんじゃないかな、もうすごく大変な生活をしてるんじゃないかな、だから苦しいよ、助けて、そういうメッセージが返ってくるかなってちょっと思ったと思う。ところが楽しいですって返ってきたの。なんでこんなに大変な中行って楽しめたのかな。それはね、アン宣教師が聖霊に満たされていたからだ。そりゃね、大変なことたくさんあったと思います。不自由なこともたくさんあったと思います。だけどアン宣教師は神様の御心が分かって、計画が分かって、神様がやれと言われたことを私はやってる、それがとても幸せだったんです。聖霊様が共にいてくださったから、辛くても辛いと感じなかった、苦しくても苦しいと思わなかった。聖霊に満たされていた。聖霊に満たされている人っていうのはね、そういう時に楽しいですっていうことができるんだね。使徒パウロもね、同じだったんです。使徒パウロは何度も何度も何度も死にかけました。もうたくさん鞭に打たれて痛い思いをして、それでもローマに行きたいなって、ローマに行って、で牢屋につられつながれていながらも一生懸命聖書の言葉を書きましたね。パウロも大変な目に遭いながらも、でも楽しかったんです。聖霊に満たされていたから楽しかったんです。皆さん、人間というのはそんなにね、変わらないんですね。自分の力で楽しもう、宣教師になって向こう行って楽しもう、自分の力では変われないんですよ。だけれども一つ変わることができる方法があるの。それがね、イエス様に出会った時、聖霊を受けた時、この時は人が変わるんです。私も先生もね、イエス様に出会って変わったんです。聖霊を受けて変わったんです。使徒パウロもアン宣教師も聖霊に満たされて変わったんです。楽しいと、主の御心をなすことが楽しいと、
そういうふうに思うことができるように変わったんです。皆さん、子どもの教会の皆さんも同じなんです。神様の御心を知って、神様の望む道を歩むとき、試練があるかもしれない、苦しい不自由なことがやってくるかもしれない、でもきっと聖霊に満たされたとき楽しいって思えるんです。ぜひそれを経験してほしいんです。神様は皆さんにそのことを願っているんです。聖霊とともに、聖霊に満たされて、私たちは神様の望む姿に変えられましょう。そのような子ども教会の皆さんになることを、イエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。じゃあ今日の御言葉を思い出しながら一緒に祈りましょう。お祈りの準備いいですか？いいですか？じゃあ祈りましょう。神様、感謝します。今日聖霊を受けた人だけが変わることができるという御言葉をくださってありがとうございます。そうなんです、私たち、僕たちは神様の望む姿に変えられたいんです。私たちまだ子供だけれども、でも聖霊を求めるんです。聖霊様に満たされたら、きっと今できない、諦めたい、逃げたいっていう思うこともきっとできるんだと知りました。特に神様の御心に沿った願い、神様の御心にかなう祈りは必ず答えられる。その時聖霊様が私と共にいてくださるということを知りました。感謝します。神様、使徒パウロやアン宣教師が聖霊に満たされて楽しいと感じました。私たちも聖霊に満たされて神様の働きを楽しいと感じながら生きていく人生を歩みたいんです。どうかそのように歩ませてください。神様、期待します。神様、あなたの御言葉に聞き従い聖霊を求めていきます。神様、私たちを捉えてください。感謝します。感謝し、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは感謝の心で捧げ物を捧げていきましょう。ヨハネの手紙第3、1章2節。愛する者よ、あなたの魂が幸いを得ているように、あなたがすべてを点で幸いを得、また健康であるように祈ります。アーメン。イエス様、今日の御言葉感謝します。今日の御言葉を心に刻んで生きていけるように導いてください。今日献金を捧げます。イエス様に喜ばれる献金になりますように導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。捧げられた献金のための祝福のお祈りをします。神様、本当に感謝します。子供たちが心を込めて捧げ物を捧げました。捧げた子供たちの夢を、その将来を祝福してください。感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
それでは主の祈りを持って礼拝を終わりにします。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になる孤独地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。すべての栄光を神様にがしましょう。